本日少し悪い子になりましょうか。私は英語の悪い言葉 Bad Words を紹介させていただきたいと思います。知ってるか、英語のバッドワーズを。どの場合にでも、どの状況にでも、誰かの気に触ってしまうリスクのある言葉です。私の認識では、日本語でそういう言葉があまりありません。もちろん、言い方が荒ければ誰かの気に触る可能性がありますね、日本語でも。しかし、それは特定の言葉よりも全体的な言い方によりますね。英語のバッドワーズは、どの場合にでも失礼とみなされます。だから少し気をつけなければなりませんね。一番弱いバッドワードから始めようと思います。尿を意味しますね。数百年前に尿を意味する言葉はピースしかありませんでした。だから特に失礼とみなされませんでした。実は擬音語ですね。プス、尿を出すときにそういう音がしますね。だからこの言葉が生まれました。ピス。現代、尿を意味するもっと丁寧な言葉もあります。それは Urine です。 Urine、 もっと科学的、医学的な言葉です。 Urine を使うと誰も怒りません。しかしピースを使うと少し失礼な響きがあります。どっちかというと、ユーリンは尿に近いです。ピースは小便に近いです。ピースは決まってる表現で使われるケースが多いです。その表現は Pissed off、 Pissed off。 I am pissed off という表現がよく聞けます。 I am pissed off、 それは、ああ、私、腹立つ。という意味です。腹立つ。I am pissed off。はい。先
きに言った通り、これは比較的弱いマッドワードです。多分特に偉い人の前に使わない方がいいですけれど、ほとんどの場合に木に触りません。しかし次の言葉はちょっと違います。弱いけれど、ピースほど弱くないと言えます。で、ダムのもともとの意味は、神様の判断により地獄へ行かせられることです。で、だからダメという表現もよく使われています。 Damn it, damn it。 It は悪い状況とか、ちょっとうざい状況とか、別にやりたくない仕事とか、まあ要するにはあまり好きじゃない状況ですよね。 Damn it はこのこと、このもの、神様により地獄へ送ってほしいということです。 Damn it、畜生に近いと思います。まあ、もちろん意味が違いますけれど、強さはそのくらいです。畜生、 Damn it。 でも次の表現に Damn を使うと気に障る可能性があります。God damn、 もしくは God damn it、 God damn it、 God damn。 そう、 damn it に God をつけるともっと強いバッドワードになります。あまりにも気に障るリスクがありますから、テレビ番組で God damn it という表現が禁じられています。使ってはいけません。そう、 God damn it は damn it だけより強いバッドワードです。はい、次の悪い言葉は hell、 hell ですね。ヘロ、知ってますか？そう、地獄です。ヘロは地獄です。もちろん実際の場所について話すときにヘロを使っても全然 OK です。気に障りません。しかしもっとカジュアルな使い方は失礼とみなされるリスクがあります。例えば、What the hell? What the hell? ですね。ずっと前でしたが、私が前の動画にWhat the hell という表現を紹介しました。 What the hell は一体どういうこと、一体何しているかって感じです。 What the hell、 実際の場所の hell に関係ありません。決まってる表現です。 What the hell、 これはちょっと失礼です。
友達と一緒にいるときに使っても OK ですけれど、偉い人、そんなによく知らない人、ちょっと年寄りの人の前に使わない方がいいです。でも Hell はそれより強い使い方の一つがあります。Go to hell です。Go to hell です。これは非常に強い表現です。Go to hell。地獄へ行け。という意味です。地獄へ行け。誰かに対して非常に激怒するときにこの表現を使うかもしれない。しかし、とっても失礼です。とっても強いバッドワードです。だから気をつけなければなりませんね。Go to hell を普通に使わない方がいいです。YouTube の経営者に怒られるリスクがありますので、英語で書くことができません。まあ、文字一つずつ書いてもいいかもしれない。こういう風に。B I C H知ってるでしょうか？日本語で書いても OK だと思います。メス犬を意味しました。メス犬、もっと具体的に言うと不妊手術を受けてないメス犬を意味しました。しかし数百年前からずっと2つの意味をしています。それはクソ女意味します。はい、あまり好きでない女、うざい女を意味します。ビッチ、ちょっとセキシストだから男性がこの言葉を使わない方がいいですね。少なくとも男性が女性をビッチと呼ばない方がいいです。男性が女性をビッチと呼ぶと非常に怒られます。非常に危ない言葉です。しかし男性でも使える表現があります。それは Son of a bitch。 Son of aこれは Damn it に近いですけれど、 Damn it より強いバッドワードです。要するには困ってる時、怒ってる時、苦労している時に Son of a bitch とは言えます。畜生、クソに近いです。 Son of a bitch でも強いから気をつけてね。もう一つの非常に面白い使い方があります。
ビーチイング。ビーチイングです。そう、ビーチは動詞になってますね。I was bitching. He was bitching. She is bitching. という使い方もあります。ビーチングは文句を言う。そう、愚痴していることです。誰かが長い間文句言ってる場合、Stop bitching。ビッチングをやめろとは言えます。Son of a bitch ほど強くないけれど、もちろん、いい意味ではありません。だから、友達と一緒にいるときにしか使わない方がいいです。ビッチング。Stop bitching。二つの言葉を使おうと思えば慎重をしなければなりません。まずはみなされませんでした。超普通な言葉でした。うんこうんこ、ふの出すという意味でした。しかし長年にわたってちょっと失礼な響きになってます。嫉妬、嫉妬より丁寧な言い方はちょっと難しい。Defecate. Defecate は動詞です。名詞は feces です。feces. Defecate は動詞で、feces は名詞です。これは丁寧な言い方です。しかし、丁寧すぎるから、アメリカ人がこれらの言葉をあまり使いません。これらの言葉よりも、poop、poop という言葉を使います。poop、少し子供っぽい言い方ですけれど、shit より、ま、丁寧とは言えませんけれど、poop は誰も気に障りません。crap、crap。という言い方もあります。クラップはプープより強いけれど、シットほど強くありません。プープもしくはクラップ。もちろん、実際の糞について話してない場合にでもシットを使います。嫉妬はクソに近いです。なんか悪いことが発生するときに嫉妬とは言えます。英語の一番悪い言葉です。その言葉は英語で書いてはいけません。けれどこの言葉ですね。ファック、ファック。
由来して1300年ほど前からずっと使われています。非常に多目的言葉です。名詞として使います。動詞として使います。形容詞として使います。副詞として使います。だから正直に言うと非常に便利なことなんです。いくつかの使い方を紹介します。車が故障をするとか、車がちょっとイカれてるとか、そういうケースに This fucking car というかもしれません。ちょっと怒ってる感じで This fucking car。 こういう使い方もあります。I fucking hate broccoli. I fucking hate broccoli. この場合、fucking は副詞として使われています。I fucking hate broccoli. I hate broccoli は私がブロッコリーが嫌いです。でも fucking を追加すると私はブロッコリーが大大大大大嫌いだという意味になります。もっと強くなります。 I fucking hate broccoli。 次の使い方はMy refrigerator is fucked up. Fucked up. 私の冷蔵庫は故障しています。調子悪くなってます。ちゃんと機能してない。という意味です。Fucked up. My refrigerator is fucked up. My car is fucked up. This elevator is fucked up. ちゃんと機能してないという意味です。もちろん、みんな最後の表現を知ってると思いますけれど、それは一番強い表現です。ありますか？私は口に出しません。これは英語で何よりも
失礼な表現です。非常に強くて、普通に使わない方がいいです。私と時間を過ごして悪い子になってありがとうございます。もしあなたが興味を持ってる英語の表現とか英語の文法とかがあれば言ってくださいね。はい、おやすみなさい。